やもうバッカじゃないのって思うかもしれませんよ。この後多分思うと思う。はい、皆さんこんにちは。車の大戦閣下シノピーです。こんにちは。僕ねちょっとすごいことねひらめいちゃったんですよ。コーティング剤あるじゃないですか。このコーティング剤を施工すると撥水するわけじゃないですか。で過去に平作 GP を1回塗ったパターンと5回だったっけな塗り重ねてったパターンで撥水の耐久性が変わるのかどうかっていう実験をやったことがあるんですよ。でその時の結果は動画を見てもらいたいんだけどもここで言っちゃいますね。5回塗り重ねた方が撥水力が保たれてるって言っても両方とも落ちてきてるんですよ。けど1回に比べてまだ撥水力が残ってるけどね5倍っていうほどではないんですよね。けど若干なり変わってきたっていう経緯があるんですよ。だったらちょっと濃度を濃くしたらどうなるんだっていうのがね一つあったんですよ。このキアサク GP を濃くしたら。けど僕は販売元じゃないので濃くすることできないんですよ。けど薄くすることはできるんですよね。はいバカだと思いましたよね。そうなんですよ。だったらちょっと薄くして何か変わるのかどうか検証してみようじゃないのかと。でまあそれもねなぜこんな検証しようかと思ったのかと言いますと撥水、疎水、浸水と呼ばれるものは接触角が違うんですよ。水滴のね超撥水になればこの角度が大きいんですよね。要は水滴が丸に近い超撥水になればなるほどね。でこれがまあ疎水とかになっていくとだんだんこういう風にペローンってこうなっていくんですよ。そうすると隣同士でくっついてまとまりになりやすいっていうのがあるんですよ。薄くしたらこの丸こうなんないのかなって思っちゃったんですよ。だからキラサクも薄くすれば疎水浸水系の水の動きに変わるのかどうかっていう検証ですね。ツヤとかはね薄まっちゃいそうな気もするけど、まあ、どうなんだろう。なんかちょっと面白くないですか。だから自分の好きな接触角にできる日が来るかもしれない。しかも薄めればコスパも良くなるっていうね。量も増えるから。はい、分かってます。だいぶアホです。こんな検証ね多分ね誰もしないと思うけどね気になっちゃったんですよ。気になったらやる、それがシノピーということで今回はキラサク GP を薄めてみたらどうなるのかという検証です。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこちらの車に施工していこうと思います。これね前に内装掃除して外装もねバーってちょっとやりますみたいなこと言ったんだけどもちょっとボンネットだけねどうしても試したいことがあって磨いちゃったんですよ。すいません。なのでちょっと一旦ねこの車で今回検証を行っていきます。そしたらまず水はじき見ますか。いきますね。こういった感じです。弾いてる感じは一切なしで水が引いていくような感じ、いい感じですね。はい、そしたらマスキングテープを貼りました。一番右に原液いきますか。まずここね、おっと最近少なくなってきてね出が悪いんですよ。まあ、塗り広げてで面を変えて引き上げる。オッケー。そしたら薄めていきますか。薄めるのは3箇所まあ施工できるので 1.5 倍2倍でいきますか。でまあまあ原始的な方法でいきますね。まず今原液はここですね。だいたいこの辺です。で下からだいたい 3.5mm ということは 3.5×1.5 は 5.25cm、 こんな感じ。こんなもんかな。ちょっと一回攪拌させますか。よし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 。そしたら施工していきますか。そしたら真ん中の面に 1.5 倍に希釈したキラサク GP を施工していきます。これ量の問題じゃないな。なんか出が先端がおかしいのかな。ちょっといきますね。あ、出てきた出てきた。おっと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 、すいません。あーなんか薄い感じする。これちょっとうまくいかないかも。薄めすぎた。なんか乾き
もう悪いね、うん、引き上げていきます。なんかね、水っぽいわ、すでにちょっと違うわ。そしたらまあ2倍に薄めます。そしたらまあ7センチのところにチェックですな。この辺ですかね。一気に薄めすぎたかも。もうちょっと水の量少なくてもいいかな。どうだろう、ちょっと水はじき見てないから分かんないんだけど、うん、めっちゃ増えた、倍になったぜ。はい、そしたら2倍に薄めた旧作 GP を施工していきます。まあ、こんなもんかな。うん、ではちょっと良くなったな。あー、薄そう。ちょっとムラになる感じあるじゃないですか。これが少ないっていうか薄い感じがする、最初の原液と比べるとね。あー、もうこのムラもねすぐ吹き上がる。原液の方がもう少ししつこめにっていうほどでもないんだけど、これはもうほんとサパーで拭き取れちゃう。あ、これなんか違うな。あ、オッケー、とりあえずいいでしょう。ツヤを見ておきましょうか。違い出てんのかな。あ、はい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 、出てますね。ちょっと分かんないかもしんないけど近くにしました。これ原液、こっちが 1.5 倍に希釈したものですね。はい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 、おお、分かりづらいか。ちょっと引きですね。分かんないかな。肉眼で見るとこの未施工よりかはどれもツヤは出ている。でこのツヤの差っていうのは、あー、どうなんだろう、薄めて施工したからそう思うのか、右から順番にちょっと薄くなってるような気がするけど、まあ薄めて施工したっていうこの自分でやったっていうところがあるからそう感じるのかもしんない。それぐらいの差、正直よくわからない。一応携帯で撮っておきますか。ほら、あ、わかるね。右が原液、左が 1.5 で、こう来てここにありますね。右が 1.5、 左が2倍。どう、わかりづらいな。これはツヤは出てるのは確かなんだけども、どれが一番かってやるとちょっと難しいね。まあ、一番右が濃いように思える。こういう時にグロスチェッカーが欲しい。 OK、 そしたら一旦時が経つのを待ちます。はい、そしたら3日経過しました。右から原液 1.5 倍、2倍ですね。これわかるかな、このマスキングの跡のところ、ここホコリがねすごい乗ってます。でコーティング剤が施工されてるところには乗ってない。わ、全然違うじゃんって思ったんだけど、疑問に思ったことが一つあって、もしかしたらマスキングテープの糊みたいなのが若干残っててこうなってるんじゃないのか説がね僕の中で浮上しました。で今回はまあそこはちょっと一旦置いといて、水はじき見ていこうと思います。まず洗車せずにいきますね。あれ、あれ変わんない。え、どこもめちゃめちゃ撥水してんだけど、まあマスキングのところは施工されていないので、右もねこんな感じですね。厄介だぞ。そう、もっとね大きな差が出ると思ったんですよ。要はもう半分に薄めたのでもう弾かない、まあ、これぐらいになってる、もしくはまあそこまでいかなくても撥水力は劣っている感じになると思ったんですよね。けど全然じゃんっていうね。ちょっと一回洗ってみますね。まあ本当簡単に洗いました。洗い流します。どれもすげえ弾いてるわ。一回高圧洗浄機使ってみます。そしたらちょうどこの辺の境目部分に高圧洗浄機を当ててみます。これね結構撥水力の違いが分かりやすいんですよ。この水のねここに当てた時に撥水力が弱い方がビチョッとちょっとなりやすい。
わかんな。いや、わかんねえな。マジでわかんねえ。どれもすげえ。いやちょっとわかんないな。ちょっと右側見ていきます。だいたいこの辺ですね。水かけますね。ああ右の方がね、撥水してる感じがある。わかるかな、このかけた時に水がこう高圧洗浄機でバーってこう出ますよね。で左の方が水の塊になって結構ビューンってこう飛んでってる感じで、右は結構早めに分裂して水滴コロコロになってる感じ。ちょっとわかりにくいよね。この辺塊になってるじゃないですか。でこっちはあんま塊になってないんですよ。玉がこう飛んでってるような感じ。この違い、ほら幅で言うともう結構 2,30 センチ、この塊になってますね。こっちは左側ちょっと長いけど10センチ程度。あーなるほどね。ちょっとそしたらもう一回戻ってみますか。 1.5 倍と2倍ですね。いきます。あーなんかこっちの方が弾いてるように見えるんだよな、左の方が。わかりづら。侍やったっけな。ちょっと侍が見つからなかったのでホースノズルをちょっと外してちょっと水かけてみます。侍あればもう少しわかりやすかったよな。ここの方がね、水の中に空気が入るんですよ。いやーすーごいなんか分かりづらい検証になっちゃったな。けどまあ右の方が弾いてるけど、もう半分に薄めてもこの撥水力、これはすごくない？大差なしですね。ツヤだ、ツヤに違いがありました。こちらが2倍ですね、一番薄い方で、マスキングテープの跡があって 1.5 倍、こっちの方が濃いです。で、分かりづらいよね。けど明らかにね、原液の方がツヤが出ています。こっちの方が分かりやすい。この線からこっち側ね、原液でこうだんだん薄くなっていく感じ。うん、ツヤが違うわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はキラサク GP を使ってコーティング剤を薄めたら水の動きが変わるのかどうかっていう検証をしてみました。検証結果で言うと撥水性能はほぼ変わらない。原液の方が弾いてる感じはあったけど、その原液が10だとしたら 1.5 倍希釈2倍希釈の方も9ぐらいかな、まあそれぐらいの差です。まあ2倍っていうとまあ量が倍になって撥水性能が10から9になるぐらいだったらまあありなのかななんて思ったんだけども、ツヤがね違かったです。順番にこの濃さが変わってったので、まあ薄めることによってツヤに影響は出ちゃうかもしれないってなると、やっぱり湿式ボディが濡れた状態で使っても乾いた状態よりかは若干薄まっちゃう可能性はあるけど、まあビビたる差だと思います。あとはキラサクがどういった感じでボディに定着するのか分かんないんだけども、水と反応するものもあるので、まあ、水を入れちゃう時点でちょっとよろしくないパターンもあるかもしれない。あとは耐久性ですかね。耐久性は今現在ちょっと見ることができないので、まあ1ヶ月後かな、まあ1週間おきぐらいにちょっと撮影してってどれだけの差が出るのかっていうのはまあ見ていきたいなと思っております。だからまあ1ヶ月後耐久性能はちょっと一応動画上がると思います。取り忘れてなければ。けどまあ撥水の違いはなかったね。ほぼあんだけ薄めてもあんな撥水するんだって正直びっくりしました。薄めた方はツヤも少ないので特にそのムラっていうのもなかったし、まああんま良くないだろうけどちょっとありじゃねって感じはしちゃってる。まあ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 使
い方はまあ間違ってるというか、まあ、そもそも薄めて使うものではないので、そこら辺も考慮しつつって感じですね。けどびっくりした、やっぱ洗車用品に限ったことじゃないけど、何でも試してみないと分かんないな。もともとは撥水してたものが、まあ、疎水系になるのかなと思ってたんですよ、その薄めたことによって。けど違かったんですよ。面白いなって改めて思いました。だからまあ憶測でそうじゃねえとかこうじゃねえとか、まあ、言うもんじゃないなとも改めて思いました。だからまあこれからもどんどんいろんな商品を使って、まあ、いろいろ検証していきたいなと思います。はい。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。いやー面白いよ。We'll be right back.